は本物だ。実際には GTR ではない GTR バッジを貼っているだけの古いハコスカヤケンメリスカイラインがたくさんありますが、この写真の1台は日本の旧車名車の専門店ロッキーボートが所有していた本物の超希少な S20 エンジン搭載のケンメリ GTR です。ケンメリ GTR は他のすべての S20 型エンジン搭載の GTR の中で最も珍しい車で、一つ前の世代の2000年以上のハコスカ GTR が2000台生産されたのに比べ、このケンメリ GTR はわずか197台しか生産されていないとのこと。日産は6年の間に67万台以上のケンメリスカイラインを生産しました。それはつまりそのうちの198台ということは全体のわずか 0.02% という希少性なのです。ケンメリの愛称で親しまれたスカイライン、一つ前のモデルであるハコスカから大きな変更が施されました。その中で最も印象的なのは丸型4灯テールランプです。一部例外はありますが、このテールランプはケンメリ以降現行の R35GTR に至るまで採用されています。まさにスカイラインのシンボルとも言えるものです。サーフィンラインも印象深く、折り目のついたシャープなデザインに、またボディタイプも幅広く、4ドア GT や2ドアハードトップ、さらにはワゴンやバンも存在しています。デザイン性の高さに加え、ユーザーのニーズに合わせた多様なラインナップが功を奏し、ケンメリは大ヒットを収めます。大成功を収めたケンメリのイメージ戦略、ケンメリを語る上で忘れてはいけないのがケンとメリーの存在です。バズが歌った CM ソング、ケンとメリー愛と風のようには、オリコンランキングで19位にランクインするなど、ケンメリのイメージ戦略上大変重要な役割を担いました。またCM で登場する木はケンとメリーの木と名付けられ、観光名所となるなど社会現象を引き起こしました。ケンメリが幅広い客層に愛されたのはケンとメリーのおかげと言っても過言ではないかもしれません。こちらがケンとメリーの木、見事な景観ですね。場所は北海道上川郡です。幻の GTR と呼ばれるケンメリ GTR、 この車が幻と言われる理由はその希少性の高さです。1972年に発表されたケンメリ GTR はわずか4ヶ月で生産が中止、累計生産台数はわずか197台。発売当初期待されていたレーシングバージョンも結局登場することはありませんでした。規制強化の煽りを受け、ケンメリ GTR は生産中止に追い込まれてしまいました。名車が規制の強化によって生産できなくなる、排ガス規制の強化が行われるたびに起こる現象ですね。この時代は規制強化の波が日本モータースポーツ界を飲み込んでいった時代でした。海外の反応、アメリカにはどれくらい存在しているんだ、今はいくらくらい、信じられないほど少数だよ、だから市場価格も安定しない。通常バージョンのケンメリは$35,000からドル5万、ケンメリ GTR は数年前の米国モンテレーのクラシックカーオークションでは$175,000で落札されたけど、今はさらに価格が上がっていると思う。この写真のはオリジナルのまま、タイヤとかその周りのフェンダーとかは70年代の車っぽくないんだけど、オリジナルじゃないね。あのタイヤなんかは2000年代以降のものじゃないかな。この写真と見比べるとわかると思う。その写真は通常の 2000GTXE だよ、 GTR はこっち、フェンダーやダックテールがついてくる。スレガのタイヤはここ5年ほど前に生産されたヴィンテージ風に見えるレーシングホイール、ボルク TE37V だな。ごめん、君が正しいや。まあ、200台も存在しないレアな車で、しかも、そのほとんどが何らかの改造をされていたりす。ルシアイが違えるのも仕方ないね。バックミラーの位置が見ていて落ち着かない。どのように見えるのかも、あの位置にある理由も想像ができないわ。ただでさえ小さいのに、普通の車と比べると数倍はドライバーから距離が離れてる。フェンダーミラーは当時の日本車にはよく見られた特徴だね。このケンメリには乗ったことはないけど、フェンダーミラーの車には乗ったことがある。ちょっと慣れが必要だけど問題なく見えるよ。
そして何よりかっこいい。日本の道路や路地は非常に狭いところが多い。フェンダーにミラーをつけると車の両側に数センチ余裕ができるのさ。初めてスカイラインが好きになったのがこのケンメリだった。傑作。まさに日本が誇る名車だ。1ヶ月に一度この車に乗れるのなら、私はプロのボクサーに毎日1時間ケツをパンチさせてもいい。日本車がクラシックカー扱いされるとは思わなかったな。私が若かった頃の80年代や90年代には誰も想像していなかったと思う？いやいや、昔のフェアレディゼットとか90年代にはクラシックカー扱いされてたから。君の住んでいた場所ではどうだったのかしらな。行け。ロサンゼルスやシアトルではそうだったよ。デブイ車だ。趣味ではないが、当時の日本車にしてはヘッドスペースが広々としている点はいい。ルックスは素晴らしい。アメリカのマッスルカーっぽい見た目に、ヨーロッパのスポーツカーのようなサイズとハンドリング性能とか最高じゃん。そして日本車の信頼性、完璧ですわ。なんか本当に昔のアメリカンマッスルカーって感じだな。そこがいい。このケンメリって愛称は当時の広告キャンペーン、ケンとメリーのスカイラインから取られたものだ。若い男女のカップルがこのスカイラインに乗り旅をするという CM で、その二人の名がケンとメリー、共にアメリカっぽい名前でアメリカっぽい服装で出ていた。最初からアメリカンスタイルのスカイラインを目指して作られたんだよ。この前の世代のスカイラインはヨーロッパ車を意識した車だったな。いい、とても素敵な車だ。スカイラインは私の最も好きな車だ。全体のラインが本当に素晴らしい。その最初から最後まで美しい。なんか違和感を感じる車だ。前半分と後ろ半分が全く違う車のように見えてミスマッチだと思う。初めて見たけど惚れた。昔のスタイルの車ってのはどうしてこうもセクシーなんだろうな。今の世代のどの車よりも魅力的だ。まさにカーポルノだ。私の夢の車だよ。日本の旧車のファンではないけどこの車は好き。美しいなあ。この車に乗ってドライブできるとしたら、それは夢のような話だ。ルーフラインやピラーにランボルギーニの影響を見ることができるような気がする。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。